藤谷蓮次郎です。ご覧いただいてありがとうございます。本日から新たな企画を始めたいと思いますが、その前にお願いを申し上げておきます。この動画をご覧いただいて、最後まであるいは途中までご覧いただいて、あ、なかなか共感できるわとか期待できるわとか、あるいは共感も期待もできないけれども、まあ頑張ってるみたいだから少し背中を押してあげましょうというような親切な方はですね、ぜひともチャンネル登録といいねの方よろしくお願いいたします。そうしていただけると私としては励みになりますので。それでは参ります。今日から始める新しい企画はライブ版トーク、第6弾ということになります。こちらのライブ版トーク、ちょっとご説明しますと、私独自の企画なんですが、音は使いません。アーティストの音は一切使わずに、ライブ録音版を聞いた感想を私が申し上げて、まあ、いろいろ皆様からのコメントをお受けするということをしていく企画です。まあ、アーティストの権利は守らなければいけないので、勝手に音源を使ったりはいたしません。ただそのアーティストに、まあ、帰属する権利の帰属する動画等がある場合は、この動画の前後にあるいは下の概要欄とかにリンクを貼ることはありますので、そこから飛べるようにはします。飛んだ場合は私の方関係なく、そのアーティストさんに権利が入りますので、そういう形で使うことはありますけれども、基本的には音を出さずに私がお話をするだけではあります。ただそれによっていろんな人がワイワイ言うことができれば、今その歴史の方に引っ込んでる記憶がまた新たに脚光を浴びたりするといいなと思っております。で、今までやってきたものをざっくりとご紹介いたしますと、今まで5つの企画をやってまいりました。ご覧いただいている方も多いと思いますが、1つ目は沢田研二さんと井上隆之バンド、ジュリー&井上隆之バンドのワンステップフェスティバル1974、福島県の郡山市で行われた、そのフェスの中での彼らのパートのライブ録音版を取り上げました。2つ目として野口五郎氏の五郎院日生シアター1978年、これは五郎ファンの方、この動画をご覧いただいている方多いんですけれども、大変思い入れのあるステージのようですね。五郎院日生シアターをご紹介いたしました。で、第3企画としては、西城秀樹さんの秀樹オンステージ。これはですね、秀樹さんのデビュー1年、1周年を企画、記念して大阪毎日ホール、当時の大阪毎日ホールで行われたステージです。1周年記念ということは、まだ秀樹さん爆発的に売れる前なんです。なんで、この時の秀樹さんステージどうなんだろうということで、音源で残っているので1曲ずつ聴いていったという次第です。で、今度は第4企画として、今度秀樹さんのビッグゲーム79、こちらは秀樹さんが歌謡曲の頂点を極めたあのヤングマンの年です。で、ヤングマンも出てます。まさに西城秀樹がてっぺんにいる時のステージとして、こちらデビュー1年後でまだこう爆発する前の火山という状態、こちら爆発した状態の火山、これ比較するために聞いてみたというところです。そして第5企画として先だって終わりました佐野元春氏のザ・ハートランド。ハートランドというのは、佐野さんもいくつかのライブ版の音源を持って出してらっしゃるんですけども、ハートランドというのは本来彼の、まあ、バンドの名前でザ・ハートランドと言ったわけですけども、こちらのハートランドというアルバムの方を聞いて、私としては大変楽しい企画というふうになりました。まあ、再生回数を伸ばすというよりも自分の好きなことをやりたいという気持ちが私には強いものですから、今回第6回目はその中でも特にかなり渋めの選択ではありますが、ぜひこの方々に関しては、まあ、若い方々、それから比較的私と同じくらいの世代か、まあ、お兄さんお姉さん格の方々もご覧いただけるようになってきたので、ここでやっぱり好きなものを回数が多い少ないと関係なくいきたいと思います。ライブ版トーク第6弾企画は、有歌団、バンド有歌団の生聞きと書いてライブと読むそうです。ライブ59分という音源です。77年の3月、ショーボートという彼らが当時所属していたレーベルから出されたアルバムです。私が持っているのは、レコードは持ってませんで、だいぶ後になってからこの、紙ジャケットのアルバムの方を、CD で買ってずっと聴いております。
では有価団というバンドについてご説明いたします。有価団というのはいうグループはですね、大阪出身のブルースバンドです。大阪出身のブルースバンドで、1970年に活動を開始して、これは後でも出てきますが、大阪の、ね、工芸高校というところの周辺というか、まあ、その同級生たちなんかを中心として作られたバンドではありますが、まあ、本来は洋物のブルースを中心に歌ってらっしゃいましたが、1975年にレコードデビューし、ちょっと字間違えましたけど、1998年から一旦活動停止という形になりました。でその後復活しまして、ちょっと事情あってメンバーが変わった上で復活したのが2013年です。活動再開、一部メンバーが交代しております。で現在も今活動中ということになろうかと思いますが、確か活動中というところで、メンバーは、木村美月さん、この時は秀勝さんという名前で、今回の音源でも秀ちゃんと呼ばれてますんで、会場からの声がかかったりしてますが、ボーカル、メインボーカルでギターを担当していらっしゃいます。から内田寛太郎さん、まあ、ギターの担当、そしてから花岡健二さん、ベースとバッキングのボーカルも担当していらっしゃいます。それから島田和夫さん、これはこの方がドラムを担当していらっしゃいまして、この島田さんが実はお亡くなりになったものですから、現在は新田光三さん、新田光三さんはご存知の方いらっしゃいますよね。RC サクセションでの活躍も有名な方ですが加わりまして活動していらっしゃいます。この休止中に島田さんが亡くなられているものですから、まあ、ドラムだけ、新田光三さんが新たに入られたというところです。先に申し上げておくと、私が有価団さんとどのように出会ったかと、有価団の音に出会ったので、直接知ってるわけじゃありませんけど、私が有価団ってバンドすげえな、いいなと思ったのは、大学時代にですね、私の愛する映画監督、まあ、基本的に愛するというフレーズ、敬愛するとか愛するとか、藤谷君好きだよねって言われるんですけど、もちろんそういう人たちしか基本的に、アイドルだろうが、ロックだろうが、あるいは映画監督だろうが、基本的にそういう自分が見入れて喋れないものと喋らないものは取り上げないようにしてますんで、その中でも特にっていう人たちの場合、敬愛するとか愛するとかいうこと言っちゃうんですけども、その日本の映画監督の中でも最も敬愛する一人である熊代辰美さん、まあ、成人映画の監督というイメージが強いというか、実際にそれで伸び伸びと活動されてて、その映画私も大好きなものが多いんです。まあ、エッチな気持ちでというよりもなんか別のものに引っ張り込まれるというものすごい作品なんですが、なんじゃこりゃという世界まで連れていかれるのこの熊代さん。一般映画だと、一般映画とかテレビドラマだと萩原健一さんとのコラボレーションが有名ではあります。この熊代辰美さんの映画で有価団さんの曲が使われてて、特にインパクトがあったのは、ある映画の中に出てくるドテライ女っていうやつなんですね。あとは嫌になったっていう曲、これらでなんじゃこりゃと思いまして、当時はこれじゃなくてベストヒット版を買いましてですね、よく聞き込んでいた。で中になぜか加山雄三さんの君といつまでものカバーとかあったりですね、そういう、まあ、大変に技術の高い人たちであると同時に、どっかお茶目で面白いというところのある人たちというふうに私は感じておりました。先ほどの有価団さん、もうちょっと細かく説明いたしますとですね、大阪工芸大学、工芸高校周辺に集まった4人の、若者たちです。皆さん1954年とか53年くらいの生まれの方々です。1954年とか53年だったかな、そのあたりの生まれの方々。最初は、まあ、音楽好きが集まってビートルズなどもにもよく似たこうアートスクール的な自由さを感じさせる、まあ、芸術そのものが好きっていうところ、芸術とは思ってないんだけど、あ、歌が好きなんじゃというようなところを感じさせる、そういう歌ではあります。で、こちらなんですが、この方々はブルースはあくまで洋楽で最初始まっていたんですが、まあ、活動しているうちに、名古屋に尾関ブラザーズさんというバンドの方々いらっしゃって、この方々が日本語でパフォーマンスしていらっしゃって、この
ゆうかたんさんのライブ、生聞きと書いてライブ59分の中に収録されている曲もそのお関ブラザーズの方が作られた曲があるということです。この生聞き59分ですが、ライブ59分ですが、聞き応えがあって本当に心を奪われます。卓越した演奏能力とボーカルがもう本当に酔わせてくれるように聞こえてきます。何よりも私自身はどうしても詩に興味がある人間なんで、描かれてる詩が、日本の詩性の、一般的な人々の生活、特になんとなく大阪の雰囲気を感じさせる、人たちが出てくるというのが面白いところだなと思います。そういう意味ではもう他には変えられない素晴らしい才能と個性を持った方々で、中に我が尊敬する伊藤銀次さんの、プロデュースされたリラックスデラックスというアルバムがあったり、先ほども申し上げました代表曲嫌になった、あるいはどてらい女とかお掃除おばちゃんという曲がありまして、こちらはデビューに近い時に作った曲なんですけども、これちょっと内容が差し障るってんで放送禁止かなんかになってるはずなんですけども、でもそんな歌詞だと、やっぱりこういう歌いいよねとしか私は思わないんですけども、そういう素晴らしい歌がいくつもあって、このあとパチンコという曲とかですね、でパチンコに行くのにすごいウキウキしてる男の人が出てきたりとか、そういう世界観というのがこのライブ59分にはたっぷり詰まっておりまして、私としてはぜひとも、この記憶旅行というチャンネルの中で取り上げる中ではかなり渋めの選択だと思いますが、ぜひともお話をしていきたいし、同じようにやはり有価団大好きっていう人もいらっしゃると思うんで、そういう方々のコメントを受け付けたいと思って今回の企画をやってみます。それから有価団さんの曲はどうやら YouTube にもこの 生劇ライブ59分も音が降りているようなので、権利がそちらにあるものもありそうなので、可能な限りこの動画にも貼り付けていきたいと思いますので、ぜひともそちらの方も見て、ちょっとでも気になったらそちらを聞いていただけるとありがたいです。それではライブ版トーク第6弾企画として、有価団ライブ生聞きと書いてライブ59分、次回からお話を1曲ずつしていきますのでよろしくお願いいたします。最後までご覧いただいてありがとうございました。チャンネル登録といいねをしていただける方が増えるとありがたいです。よろしくお願いします。それでは失礼します。